ゴジラシリーズ、ゴジラの逆襲、ゴジラの逆襲は1955年4月24日に公開された東方制作の日本映画でゴジラシリーズの第2作である。怪獣同士の対決という日本の怪獣映画の流れを決定づけた作品であり、ゴジラが別の怪獣と戦う最初の映画である。観客動員数は834万人。モノクロ、スタンダード、 前年11月3日に風切り公開された第1作、ゴジラが空前の大ヒットを記録。プロデューサーの田中智之は、この大ヒットで我々は気を至ったと語っており、制作本部長、森岩尾の命により直ちに続編の企画が起こされた。先に企画が進んでいた、従順行き男を先送りする形で急遽、制作決定したため、撮影期間は3ヶ月に満たなかった。 田中は、準備期間が短く、成功作とは言い難かったと振り返っている。東方チャンピオン祭りで再上映された作品を除き、歴代シリーズで本作品のみ、完全な形での予告編が現存していない。田中の依頼で、前作で原作を担当した、香山茂が本作でも、原作を担当している。しかし、前作で殺してしまったゴジラを、 また登場させるという話作りに苦労し、熱海の馴染みの旅館、緑風格に泊まり込んで草案を練るも行き詰まった、香山は温泉に飛び込んだところ、一気にインスピレーションが湧いた。1954年12月20日、午後5時30分、ゴジラ第二世は、各して熱海の温泉内で誕生したと語っている。か山はゴジラに対する愛着から、再びゴジラを殺すのは忍びなく、 氷の中に閉じ込めるという結末になった。なお、香山はこれ以降の続編を書くことを何度か依頼されるも、ゴジラを殺すのがかわいそうだから、もうこれ以上は書きたくないと、カくなに拒み続けた。監督は、恋池シの演出中及び、従順勇気男の準備中だった本田に代わり、透明人間の織田もとよしが担当している。 前作に続いて、脚本を担当した村田武雄は、極限状態での人間ドラマを盛り込もうとの意図で、脱走囚人のエピソードを織り込んだという。村田本人はもっとこういったものを盛り込みたかったが、果たせなかったとして、本作について、残念がっている。音楽を担当した佐藤マルは、ゴジラの不気味さを表現するため、録音したテープを逆回転させる技法を、 楽曲中に取り入れている。工業面では宣伝部によってトラックに等身大のゴジラとアンギラスの作り物をジオラマ風に飾り付けた宣伝カーが用意され、撮影所でのイベントと合わせて都心一円を巡回し、大いに話題となった。工業館側も劇場前に了解獣の巨大なハリボテを飾り、派手な宣伝が行われた様子が写真資料に残されている。また、 前作同様のラジオドラマも制作、放送された。劇中の海洋漁業関連の描写には、海洋漁業がタイアップ協力している。海洋漁業経験の魚群探査機パイロットの月岡は、岩戸島に藤木した同僚の小林の救助に向かい、島へ着陸する。そこで二人は、頭上の断崖で激しく戦うゴジラと、新たな巨大怪獣を目撃する。 二大怪獣は揉み合いながら、海に落ち、二人は辛くも脱出することに成功する。数日後、大阪市警視庁では古生物学者の山根、京平博士と同僚の田所博士を招いての緊急会議が開かれる。月岡と小林の証言により、ゴジラと戦っていた新たな怪獣は、ゴジラと同時代に生息した凶暴な肉食恐竜のアンキロサウルス。 通称アンギラスであることが判明する。両者は水爆実験の影響で現代に蘇ったのだ。早速、このゴジラの東京襲撃を知る山根博士にゴジラ対策の案が求められるが、山根博士はゴジラを防ぐ方法は残念ながら一つもありませんと答えるのみだった。ゴジラの猛威を伝える記録フィルムが上映され、改めてゴジラの脅威に息を呑む関係者たち。 山根博士は、ゴジラを葬り去ることができる、唯一の手段である、オキシジェンデストロイヤーが、芹沢博士の死によって使用できない以上、水爆実験の記憶から光を増をし向かっていく、ゴジラの性質に基づき、徹底した、透過感完成を指揮、できる限り市街地から遠ざけるのが最良だと、提言する。ジェット戦闘機体による、レーダー探査によって、 キー水道の遥か南方に潜むゴジラの姿が捉えられる。海上防衛隊のフリーゲート艦が追撃に向かい、田所博士はゴジラが、奇襲及び、キー水道沿岸に上陸すると予想する。ゴジラのいる海域は、海洋漁業にとって最重要局であり、社長以下一同は気をもむ。しかしゴジラが進度を変えたことで、阪神地区は安堵する。月岡は婚約者である。 社長令状の修備とダンスホールに出つかの間の大勢を楽しむ。ところが、そこにゴジラが土地として大阪湾内に転身したとの緊急警報が流れ、ダンスホールはたちまちパニックとなる。ゴジラ襲来を受け、大阪市内は厳重な10日管制が敷かれる。その夜、大阪水上警察署を拠点に防衛隊が集結し、港区沿岸には特殊部隊が訪問を揃える。 その眼前の海面に水爆大怪獣ゴジラが上半身をもたげ現れる。そこへ飛来したジェット戦闘機体の照明弾頭下によって、ゴジラは巧みに外海へと誘導されていく。しかし同じ頃、護送車で移送中だった囚人たちが脱走。そのうちの三人が近くにあったタンクローリーに乗って逃走し、警官や月夜からの追跡を受ける。追跡された末に、 囚人たちの運転するタンクローリーはガソリン貯蔵所に迷い込み、そのまま石油タンクに突っ込んで大爆発を起こしてしまう。たちまち発生した大火災の光によって誘導作戦は失敗し、ゴジラが大阪のこの花区へ上陸。さらにはその後を追うようにアンギラスまでもが上陸し、再び相見えた両者は激しく戦い始める。それによって、 海洋漁業の本社工場は壊滅し、そのままに大怪獣は市街地へなだれ込み、大阪を舞台に激しい地上戦が繰り広げる。そして、ゴジラが大阪城の側でついにアンギラスを下し、白熱港で大阪市街ごと焼き払い大阪湾へと姿を消す。本社と本社工場を破壊された海洋漁業は、当分の間死者のある北海道を中心に活動することを余儀なくされ、 小林は北海道へと飛ぶ。北海道で小林は地元の女性と恋に落ち、花婿の愛称で親しまれる。業務は順調であり、月岡と周日の北海道訪問を受けた宴会が、料亭で開かれる。月岡はこの料亭で、戦時中同じ旧日本海軍の飛行機隊にいた、旧友の田島、池田両航空防衛隊員と再会する。 ところがこれを喜ぶ彼らのもとに、ゴジラが海洋漁業の漁船を撃沈したとの方がもたらされる。月岡は田島らと共にゴジラの捜索に向かう。そしてついに月岡が三小島の方へと泳ぐゴジラを発見する。これを受け、小林は月岡に代わりを申し出て飛び立つ。事務所には小林の恋人の写真が残されていた。小林の飛行機は、 ゴジラの足止めを務めるが、攻撃隊到着後に海へ逃れるゴジラを遮ろうとして逆に白熱口を浴びせられ、そのまま飛行機は島の雪山に激突して小林が犠牲となる。だが、小林の飛行機が激突したことでその雪山に流れが発生。これを見た月岡たちは小林が命と引き換えに残したゴジラ撃隊のヒントをもとに、 爆撃でなだれを起こして、ゴジラを雪中に生き埋めにする作戦を考案する。そして、月岡も含めた戦闘機体が出撃し、決行されたその作戦は成功。ゴジラはだれに巻き込まれ雪の中へと渦漏れ消えてゆく。小林の無念を晴らした月岡は、感無量の思いで、小林、とうとうゴジラをやっつけたぞとつぶやくのだった。防衛隊、編集警察、消防、 編集民間、編集撮影風景本作は、東方特撮映画を支えてきた、ぶらや栄治の名に、特技監督の称号が冠せられ、単独で、監督記名された初の記念すべき作品である。それまでぶらやのクレジットは、特殊技術との名目のみだった。有川さだまさは、ゴジラでの成功で、それまで、本編の添え物的扱いだった。 特撮班がようやく正当な待遇を受けられるようになったと10回しており、これはその一環である。また、前作、ゴジラでは、東方内に特撮用ステージがなく、狭いスタジオに工夫を重ねて、セットを組んだ特撮美術スタッフだったが、本作ではこれも、前作での成功を受け、特撮用に第8ステージが新設されていて、このステージいっぱいに、 大阪市外のミニチュアセットが組まれた。大阪湾、大阪市役所、淀屋橋、北浜、大阪城と革命所でロケ班が行われ、実景写真に合わせた精巧なミニチュアが作られた。本編班の実景ロケは朝日放送前でも行われ、特撮班もこれに立ち会っている。大阪城のミニチュアは50万円かけて作られた。丈夫に作りすぎて本番で、 ゴジラが体当たりしてもうまく崩れてくれず NG となった。続いて回収し、裏からワイヤーで引っ張って壊れる散弾としたが、スタッフがゴジラの襲撃前にタイミングを勘違いしてワイヤーを引いて壊してしまった。結局、2週間かけて反壊したミニチュアを修理し、再度撮影を行っている。だが、取材陣はこのアクシデントに大喜びして報道。 怪我の巧妙で宣伝は大成功だった。撮影時期は真冬ではあるが、ラストの氷山のシーンのために、本物の氷が製氷業者から数トン分トラックで運び込まれ、借りてきたベルトコンベアーで細かく粉砕したものを敷き詰めて、氷山のセットが組まれた。さらにゴジラが氷に埋まるシーンでは、後楽園遊園地のスケートリンクから借りた製氷機で作った氷雪が使われた。 このシーンでは、セットの下にいた、買い込め映座が生き埋めになったが大した怪我はなかった。つぶらや栄治の長男、一が前作に続き、学習院大学理学部物理化生という経歴から、父の栄治から、特撮に使える良い,い素材はないかと、常々相談されていた一は、ガラスを特殊コーティングした、ハーフミラーを相案。特技監督の栄二によって、合成画面に使用されて、 効果を上げている。ゴジラとアンギラスとの格闘シーンは当初4倍の高速度撮影で撮る予定だったが、撮影助手の高野光一が撮影速度のコマ数設定つまみを間違えて微速度撮影にするミスをしてしまい、異様に素早い怪獣の動きとなったフィルムが編集で上がってきた。ところが、つぶらや英二はこの素早さが野獣の格闘らしいと面白がり、 以後駒落としの手法のママ漁怪獣の撮影が進められた。三女島のシーンで偵察機からの俯瞰のゴジラは30センチメートルの全米人形が作られた。撮影中に中島春夫は同じ方から人形を作成、着色し、現在も自宅に飾っている。本作品から、つぶらや英二は特技監督としてクレジット。前作が海外に配給され、 大成功を収めたことから、本作もザボル系のモンスターズの英語題名でアメリカのバイヤーに買い取られ、海外配給が決定した。しかし、前作とはバイヤーと配給会社が異なるためにゴジラをタイトルに使うことができず、便宜上ジャイアンティスの名で別の怪獣として設定され、さらにアメリカ・ハリウッドで新たに追加撮影を行うこととなった。その内容は、 大阪で激闘を繰り広げた2匹の巨大な怪獣がアメリカに上陸して再戦するというものであり、撮影用にアメリカ人俳優の体型に合わせた着ぐるみが東方特備班によって新たに作られたが、慣れない着ぐるみによる演技がアメリカのスタッフにこなせず、予算の問題もあって、撮影は中止となり、さらにアメリカ側の出資者が一部交代したために、海外配給は一旦中止となった。 このために心臓されたジャイガンティスのスーツは、上記の海外版の名称から、通称、ジャイガンティスゴジラと呼ばれ、ついに日の目を見ることのない幻のスーツとなった。現在その姿を確認できる資料は1957年頃に、造形師の都市光帝像らと共に撮影された一枚のスナップ写真のみである。ジャイガンティスゴジラのスーツは、このスーツの造形は、全体的に丸みが強いこと、 頭部がやや大きいなどの点が異なるものの、キングコング対ゴジラのゴジラに近似しており、特撮ライターの山田正美は頭の形状からこの着ぐるみがキングコング対ゴジラのゴジラの原型となったのではないかと推定している。この後、出資者の交代に伴って計画は変更され、最終的には追加設営文のないままアメリカ側で、 再編集されて1959年5月に公開された。再編集版はゴジラレイザーゲインというゴジラの逆襲を直訳した仮タイトルで制作されており、東宝は計画を変更するならば予定されていたタイトルを変更してこちらのタイトルを使用しゴジラの名を冠することを希望したが、前日の権利問題とアメリカの配給会社が前作で死んだゴジラが生きていた。 というのは、観客が納得しない、観客に、安易ーな続編と思われると難色を示したために、かなわず、結局、ゴジラの名前は使用されずに、ジャイギャンティス、ザガイアモンスターとして公開された。海外版では、ゴジラは前述の通り、ジャイギャンティス、アンディラスは、アングラズの名称になっている。また、アメリカ映画界の監修に従い、セリフは全て英語で吹き替えられた。 出演者は以下の通り、吹き替え用原稿を作るために翻訳する際、バカナという日本語のセリフの口に合う英単語が直訳では見つからず、口の動きが似ているバナナオイルという単語が使われたが、該当シーンにおける日本語のバカナとは意味するニュアンスの異なる単語であった上にバナナオイルの響きがシーンと合致しておらず、さらにバナナという単語の持つスラング的な意味もあって、 不適切なわけとして不評であった。なお、出資者が複雑に交代したことと、1959年のアメリカ版公開後に、最終的に権利を所有した出資者が、リバイバル上映、及びテレビ放映に興味を示さなかったため、アメリカ版はその後長らく劇場公開、テレビ放映ともに行われない幻の作品となっていた。1980年代になり、 東方が権利を買い戻してアメリカで発売された映像ソフト版ではタイトルは東方の要望によりゴジラ・レイズ・アゲーンに変更されており以後は海外版はこの名称で流通されている。香山茂によって執筆された原作は小説としても出版された。公開前後に漫画化され各社から発行された。同年6月の3年ブックに秀文社が ゴジラの逆襲の漫画版を発売との予告があったが実際に発行されたかは不明。第一作同様公開前に宣伝部によってラジオドラマが企画され日本放送で放送されている。出演者は映画とほぼ同じだが千秋実の演じた小林孝治役は藤木優が務めている。現在確認できるその他の出演者は以下の通り。 矢じきた漫才道中化け姫騒動の巻脚本、倉谷勇、監督、佐伯木幸三、主演、夢地都市、木矢地小石、宝塚映画作品。ありがとうございます。